はい、どうもチョスです。というわけで今回も8ナやっていこうと思います。ということでヤクルトコラボを楽しんでますでしょうかね。僕も楽しんでおりますけれども、今回はですね、タウンマップの会話劇をねちょっと見に行こうかなと思います。はい、ちょっとこれ忘れとってさ俺。はい、これですね、コラボ期間限定の会話劇が登場ということで、タウンマップから学校行って部室まで行くとですね、花山がおりまして、その花山に喋りかけると、期間限定の会話劇が楽しめるよという風になっております。はい、でこれ僕忘れてました。はい、はい、なので僕と同じく忘れてる方いらっしゃいませんか。これやるだけで9スターもらえますんで、しっかり、やっておきましょう。はい、なんかね僕と同じく忘れてる人いそうなんで、動画にしてね、お伝えしようと思い動画しております。はい、で今回はね、一緒にこれを見ていって最後にねおはがちゃ引いて終わろうと思います。なのでまあそんなに、長い動画にはならないと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。8月のシンデレラ9、じゃあね、タウンマップ行きましょうか。はい、ということで、学校行きまして、部室、あもう5しかないわ、部室見ていきます。すると、エミと、あココちゃんも光ってるけど、まあ、ココちゃんは関係なくてエミですね。はい、押していきましょう。はい、花山が手紙を見ながらうなっている。何があったのか確認して確認しますか。どういうことやろう、見ていこうか。はい、さっきからうなってるけどどうした。てかそれ手紙、もしかしてラブレター。違うわよ、これはつば九郎から。つば九郎から手紙来てるやん。つば九郎、それもびっくりなんだけど、なんて書いてあるん。貯水南水産のみんなでスワローズ戦を見に来てって、招待状とチケットが届いたの。マジか、すごいな。みんなでってことは 35? まあ監督もいたら36で、架け橋先生もいたら37。めちゃくちゃくれるやん。本当に、つば九郎と会ってからスワローズ気になってたんだよね。見に行けるなんて最高じゃん。今行けばね、もう村上がほぼ確定でホームラン打ってくれるんで、めちゃくちゃ楽しいんじゃないですか。待って、嬉しいことなのにさ、なんでそんなうなってたの。ほら、この前はつば九郎が私たちの練習試合盛り上げてくれたじゃない。何かお返しできないかなって。そうですね、調べたらつば九郎が2000試合出場を達成したんだって。だからお祝いも兼ねて。でも何がいいか全然思い浮かばなくて。そういう時は詳しい人に聞くのが一番ってことで、プロ野球ファンの人たちに聞いてみようよ。きっともう練習場にいるんじゃないかな。そうね、じゃあ私たちも練習の準備をしてひまわりグラウンドに向かいましょうか。あれかな、坂上とかに聞きに行くんかな。じゃあちょっと、着替えて、ひまわりグラウンド行ってみましょう。すると、ああエミ、ああ坂上もおるね。はいはいはい、つば九郎2000試合出場のお祝いですか。素敵な考えですね。そういえば前人未到ならぬ前兆未到の記録だと SNS でも話題になっていたわ。あそうなんや、全然知らんかった。そんでね、エミがお祝いしたいんだけど何したらいいか分かんないって悩んでてさ。そもそもプロ野球も現地であんまり見たことないから何を準備したらいいかもよく分かってないのよね。そうね、プロ野球を見るならカンフーバットで音を鳴らしたり、応援したい選手のユニフォームやタオルを身につけるとより一層楽しめると思うわよ。あ、スワローズ戦といえば傘を忘れてはいけませんね。そうですね、傘持ってるよね。傘？雨でも降るの？その日の天気スマホで調べるからちょっと待ってね。あーいえいえ、そういうわけではなく、スワローズの応援では傘を振りながら応援歌を歌うのが伝統なんです。色とりどりの傘が球場のスタンドを埋め尽くす光景はとても綺麗で壮観ですよ。あとはつば九郎のフリップ芸なんかも見どころで。フリップ？そうだ、つば九郎みたいにスケッチブックにメッセージを書いてフリップでお祝いの言葉を送るっていうのはどう？なんかよくそれあれやんね、テレビとかで抜かれてたりするよね。おお、それいいじゃん。たくさんフリップ作りたいからみんな手伝ってくれないかな。もちろんです、ぜひ協力させてください。僕も小学生の頃阪神ファンなんですけど、僕当時赤星がねすごい好きで、赤星の赤い星を作ってね、甲子園に行ったのを覚えております。はい、懐かしいですね。あれテレビ映ってたんかな。まあ映ってなかったやろな。もちろんです、ぜひ協力させてください。私も構わないわ、みんなにも声をかけてみるわね。
だってみんなで見に行くんやもんなこれ。そんじゃ練習の後にカフェ集合で相談しよっか。お、そのカフェはあれじゃないか、草刈ルナがバイトしてるとこじゃないか。ということで、練習後に行ってみましょう。喫茶桃やったかな。はい、ここですね。ここで草刈ルナバイトしてるから。あ、野崎とかもおるやん。お待たせ、買い出し行ってきたわよ。野崎ちゃん、付き合ってくれてありがとう。いえ、私もつば九郎のお祝いをしたいと思っていたので、ペンとシールとかいろいろ選べて楽しかったです。それじゃあみんなにスケッチブックを配るわね。そこにつば九郎へのメッセージを書いてもらいましょう。カフェの店員さんから許可はもらっているから、閉店時間までは作業して大丈夫よ。あら、そういえば翼さんがいませんね。翼は補習で来られない。あ、そういや翼って勉強できないキャラでしたね。忘れてたわ。うん、そうなんですか、残念です。感染しに行く日に追加の補習が入らないようしっかりやってくるように言っておいたわ。その分私たちが準備を進めておきましょう。それじゃあ私もフリップ作ろうっと。買い出しの時もいろいろ考えてたんだけど、やっぱり決められないな。送りたい言葉がいっぱいあって。そうですね、不思議な魅力のある人。あ、いえ、鳥さんですものね。破天荒だけどどこか憎めないのよね。ああ、この3人よく見たらあれか、コラボの3人か。確かにはちゃめちゃだったけど、ファンや野球をやってる人のことを一番に考えてくれてるなって思ったんだよね。ふふ、そうですね。今日中には決めきれないかも。家に持ち帰って作業してもいいかな。何のために集まったんやじゃあ。これを書くためにやるんじゃないんか。ええ、試合の時に持ってくるのを忘れないようにね。その日は日だまり駅に集合してから球場へ行きましょう。集合時間は後で LINE するから遅れないようにね。うん、 OK。 はい、ということで、なんか閉店時間までやっていいよとか言った割には、結構あっさり帰っていきましたね。はい、ということで、最後はあれね、日だまり駅どこやったっけ。日だまり駅こっちか。はい、さあ、そして、いや待ってるわ、珍しい。あー、ちょっと待って、牧野ちゃんおるけど、まあ無視して。はあ、はあ、遅くなってごめん。フリップのデコレーション思った以上に時間かかっちゃって。あ、翼おるやん、よかったら補修なくて。大丈夫だよ、無事に来れて何より。電車間に合うかな。問題ないですよ、若さんが余裕を持ってあらかじめ少し早めに待ち合わせ時間を設定してくれていたんです。あー、最高。花山さんに限らず、何かしらのトラブルで誰かしら遅れてくる可能性はあったから。できるね若ちゃん、素晴らしいね。ありがとう、さすが鈴木ちゃん、ナイス采配。あー、そうなんや、花山って鈴若のこと鈴木ちゃんって呼んでるんよね。つば九郎のお祝い準備手伝えなくてごめんね。補習で参加できなくて。まあ別にいいですよね、だって結局持ち帰ってたから。いいっていいって、試合見に行けることになってよかったじゃない。エミちゃんがアイデア出してくれたって聞いたよ。お祝いのメッセージ、エミちゃんはなんて書いたの。たくさん書いたけど、一番デコレーションに力を入れたのはこれかな。つば九郎にエミフルを届けに来たよ。あー、いいやん、結構長いな、めちゃでかいんじゃん。フリップいける、見えるそれ。エミフルですか。エミは笑顔、フルはいっぱい。つば九郎が作った言葉なんだって、このエミフル。あ、これって実際あるんですか。この八内コラボに限らずさ、エミフルっていう言葉そもそも存在するんかな、どうなんでしょうか。よかったらコメントください。はい、この前の練習試合で私がつば九郎にもらった笑顔を今度は私がお返ししたいなって。いいね、すっごく素敵だよ。ふふ、ありがとう。それじゃあスワローズ戦へレッツゴー。さあ行きましょう。あー、終わった。あー、ナイスさん3つももらえるの、1個かと思ってた。ありがとうございます。これ実際に見に行ってる時のシーンはないんですよね、きっとね。それ見たかったな。はい、ということで、あー、じゃあね、牧野ちゃんが喋りたそうにしてるけど、まあ一旦無視しましょう。はいはい、ということでいかがだったでしょうか。まあ結構長かったね、なんかもっと短くってあっさり終わるかなと思ってたんですけど、結構作り込まれておりました。はい、まあいいね、エミフルって、もうなんかエミのために作られた言葉みたいなね感じしますけど、すごいぴったり合ってていいじゃん。いや非常にいいな今回のコラボ。
はい、ということでじゃあちょっとおはがちゃの方見に行きましょうか。はい、ということで、おはがちゃ引いていこうかなと思います。で現在ね、鈴若と野崎ちゃんが、一緒に来ております。あー野崎ちゃんあと30時間か、あーもう終わっちゃうか、寂しいですね。でこの2つだけですね。でもうすぐしたらエミが登場するということで、まあ僕の予定では野崎だけ、もう動画にしましたけど 20連して、であとはねもうおはがちゃで狙っていこうという感じで思っております。はい、なのでもうあの鈴若とエミのスカウト動画出ないと思いますけどね、まあ、 あのおはがちゃで引けたらツイッターかな、であとは動画でも、報告しようと思いますのでよろしくお願いします。はい、ということでまあじゃあ、この2つ引いていこうか。まあこっちの高坂はいいかな。うん、ということで野崎と鈴若引いていこうと思います。じゃあまず野崎から行こうか。で、ルーティーンねやっていきましょう。うん、ということでいきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9、よし、いきます。10回目、お願いします。さあここで引けておれば五凸への道がちょっとでも近づく。いきます、野崎ちゃんお願いします。来い。さあ野崎もねもうすぐ誕生日なんで、そこでもねクリビアもらえるのでね、限界突破できると思いますけれども、お願いします。はい、マイコーって。ここなら一人気野崎スカウトからマイコ出るのちょっと個人的に熱いな。じゃあ次こっち行こうか。まあこのシーンもねなんか一番コラボをしてるなって思ったんですよ、この代打私ね、はいあの古田のやつね。うん、なのでちょっとこれもね欲しいんですよ。でねひまわりスキルもねなんか結構良くて、発動条件なしで自身のミートが超究極に上昇し、ホームラン率が抜群に上昇し、パワーが大幅に上昇すると、もう普通に強いんですよね。なのでこれもちょっと引けたら嬉しいなぐらいで思っております。じゃあ行きましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 9、よし行きます。10回目、お願いします。さあ1枚だけでも確保したいところ、鈴若お願いします。来い、代打私頼む。あーエースなし、いやーもうエースなしはちょっときついな。頼む鈴若、あんこ麦残念。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ今回はねタウンマップの、会話劇とおはがじゃ引いていきました。まあ個人的には会話劇が結構思ったより長くて、楽しめたかなと思います。まだやってない方ねぜひやってください。ナイスターの3つもらえるんで、これ結構でかいんでね、しっかりとやってください。はい、ということで、今回のまあ会話劇、まあおはがちでもいいですけど、何かコメントある方はぜひぜひコメント欄にコメントを書いていってください。よろしくお願いします。はい、というわけで本日はこの辺で終わりにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の八内でお会いしましょう。以上、チョス南水産のチョスでした。バイバーイ。